ました。引き続き盆踊りをお楽しみください。バイバイ。次の演奏会が来ました。すいません、俺この辺で。どうした？明日の現場北千住なんすよ。早起きしないと。よっ、頑張れ土木作業員。お疲れー。オーキー、元気なくない？そんなことないよ。明日はバイト？大丈夫、遅番。そっか、じゃあ飲もう飲もう。すいません、飲もうおかわり。うるさい。はい、もしもし。宮川、久しぶり。誰？忘れたかな、俺だ、吉岡だ。吉岡先生？元気にしとる？はい。プロになって東京で頑張りよるてね。ええ、まあ。実はね、折って相談のあるとたい。刈山の秋の太鼓祭りが復活する。有志が集まってね、15年ぶりたい。待って、太鼓の技術指導するもんのおらん。俺もなまってしもとるし、どがんだろか宮川。ちょっとの間帰ってきて、太鼓ば教えてくれんとか。かっこ悪い。それは自分でも分かっていた。プロって言っても、演奏活動とアルバイトの二重生活。先の見えない毎日。そんな私が、一発を気取って技術指導だなんて。変わらんね、宮川。吉岡先生も。車はこれだけ。もう荷物だ。そりゃそうだよね。あの頃のままなわけないよね。熊本も変わったな。こんな田舎まで開けちゃって。なんて言うても政令指定都市だけんね。うちも隣町と合併して水戸町になってしもたし。その名前馴染めない。刈山は刈山でよかと、ねえ先生。そうが言うな。おかげで祭りの予算も降りたとだけ。待って、安心した。やっと熊本弁の出たね。お前も変わってしもたかって思ったばい。お。明日また迎えに来るけ。ありがとうございました。ただいま。おかえり。おかえり、アキ。文子姉ちゃん、帰っとったと？あんたが帰ってくるって聞いとったけん来とったい。ほら、春菜、挨拶せんね。こないだ会うたときはまだこんばかったもんね。覚えとらんよね。はい、これみんなで食べますね。あら、春菜ちゃん、よかったね。あ、あれ、ありがとう。お姉ちゃん、ありがとう。お父さんなら、いわばいじりようがある。ただいま、おばあちゃん。おう、アキネ、おかえり、待っとったばい。お父さん、ただいま。お？アキ、ご飯の前に温泉で浸かれば癒さんね。ハルナも一緒に行こう、ね。ハルナ、おじいちゃんと一緒がよか。上京以来、父と私は、ほとんど口を聞かなくなっていた。わあ、気持ちよかー。兄弟で水いらずとか何年ぶりだろうか。おじいちゃんが春菜ば見てくれらしたけん助かった。お兄さんは元気にしとらす。
相変わらずたい。仕事仕事でうちんこつはほったらかし。お父さんも相変わらずやね。たまに帰ってきてもいつもあがん調子。まあそんなかね。太鼓で食うていくて、大宮切って飛び出したとはこっちだけん。ばってん、プロになったたい。東京で立派にやっていきよったでしょうが。ん？姉を先に返し、私は狩山町を見て回った。今は三富町と呼ばれる、ふるさとの町。なんで帰ってきたかね。かわいかよね。ん？秋、どぎゃんしたと？太鼓。ああ、祭りの練習だろう。そういえばもう再来週たいね。楽しみー。って、秋？とにかく特別だった。私は思った。これが太鼓か。ちょっとアキ、かっこよくかっこよく、なんか知らんのってとにかくかっこよく。お父さん、私太鼓祭りに出るけん。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。お、今日からの子だろう。宮川明です。僕は吉岡。よろしく、明ちゃん。よろしくお願いします、吉岡先生。おいおい、僕はまだ大学生ばい。先生じゃなか。先生出たい。ほら、直人。あ、みんなよかね。はい、ゆっくりバチを振り上げて。おお、君はなかなか筋のよかね。まるで経験者のことだ。待って、ちょっとバチバチを握りすぎかな。はい、吉岡先生。だけん僕は先生じゃなかって。熱車のぼせんなよ。お？私は太鼓に夢中になった。はじめ。でくとか、台風は明日には抜けるとだけ。大丈夫だろ。さあ、もう危なかけん行くばい。行っときゃどぎゃんなるかと思ったばい。よかったですな。おい、アキ、なんねん。あ、なんじゃなか。ん？お待たせしました。それではいよいよ地区別太鼓大会を始めます。まずは山木地区の皆さんからどうぞ。
りはその場で中止になり、私たちの初舞台は幻に終わった。翌年、太鼓祭りは自粛された。次の年も、そしてその次の年も。まるでお祭りや太鼓そのものが町の人たちから忘れ去られたかのようだった。もう中3だけん。デイ秋だけはお子様だけんね。ほんなこつかわいらしかね。お、どぎゃんした秋。ああいや。結局、中学3年間を通じて、私が太鼓に触れることは一度もなかった。宮川。あんた南高に行くてね、頑張んなすよ。わいちゃー、やるねあんた。誰ね誰ね、誰にやったとね。あ、モンヌ。なんじゃなか。たまがったー。吉岡先生が学校の先生になっとるなんて。俺もたまがったよ。いきなり知ったカバー受け持つて。バッテン、これで名実ともに吉岡先生ですね。あ、部活はもう決めたてや。お前んこつだけん、やっぱ和太鼓部だろ。和太鼓部、そぎゃんとオリエンテーションの紙には書いてなかったですよ。おかしかね。こんなかつ部活としては登録してあるばって、実質活動しとらんおたる。確かに祭りがのなってから、太鼓自体が廃れたもんな。先生、私、太鼓をやりたかです。宮川。和太鼓部、先生が顧問になってください。おいおい、そがんこつ、俺の一存じゃ。部員は私が何とかします。お願いします。よかじゃなかですか、吉岡先生。うん。太鼓も倉庫に眠っとうし、オリエンテーションの進行表は私が作り直しとっけん。ありがとうございます。次は和太鼓部、どうぞ。まだ足らんね。任せとってください。あ、なんで私が太鼓バスなんと。めぐみ、そんなのより、ほら見てん、この付け爪かわいかろ。外せ、うして、あんたも今日から和太鼓部だっけ。うん。太鼓あかね。それより見てん、このネックレス、ドクロだけ。外せ、うして、あんたも今日から和太鼓部だっけ。よし、はじめ。久しぶりに忘れていた感覚が蘇った。太鼓と心臓の鼓動がシンクロするようなこの感覚。和太鼓部から。
響いた太鼓の音に訪れた人たちは大きな拍手を送っていました。高校生らしいハツラッとした演奏でしたね。この後私インタビューば受けたったけん、ほら狩山町の太鼓祭りが4年前から中止になったままなので復活するといいなと思います。これからも頑張ります。え、ああこら大したもんばい。今私もちらって映った。どげんだった？ねえどげんだった？ん？よう頑張ったじゃなかった？ね、お父さん。女のくせして、こぎゃん役にもとたぬことにうつつぼ抜かしてか。あき！高校3年間を通じて、父が文化祭を見に来たことは一度もなかった。祭りが復活することも。高校を卒業して私はプロの太鼓奏者になるため上京を決意した。しっかりやんなっせ。その時も父は見送りに来なかった。夢を掴んでみせる。そう心に決めていた。昨日はよく眠れたや。はい、ぐっすり。久しぶりの家族団らんで楽しかったろ。ですね。公民館じゃなかとですか？ちょっと人数の増えてね、収まりきらんごつなったったい。私てっきり子供たちだけで。そがんこつは一言も言うとらんばい。宮川先輩ですか。わざわざ東京から来ていただいてありがとうございます。狩山高校和太鼓部2年須藤美園です。1年山川ゆずきです。実は先輩にお話ししたかこつがあります。今回太鼓祭りは復活させようって言い出したとはうちらです。あなたたちが？はい、この学校の最後の思い出に。狩山高校は廃校になります。来年度から三富高校に合併されるとです。町からも学校からも狩山の名前が消えます。ばってん私たちは狩山の生まれです。狩山の人間です。その証に狩山神社の秋の太鼓祭りば復活させようって。そしたら話ば聞いたとです。前にもソギャン生徒のおったて、私たちの部ば作ってくれて太鼓祭りば復活させようって頑張らした先輩のおらして。宮川先輩、私たちと祭りに出てください。一緒に太鼓ば叩いてください。お願いします。一緒にって、まさか断れせんどたい？心配すんな。子供たちにも一通りのことは教えたけん一応待ってね。めぐみ、あかね、基本の教えでやったとは俺たい。
ナルモト、あんたまで。までてないよ、までて。そやか。Thank you.